放送局鉄道動画コレクション、ご乗車ありがとうございました。小島です。岡山駅からアンパンマン特急しろかぜ号に乗って小島駅へ。今回は小島駅で降ります。すると向かい側にアンパンマントロッコ号が止まっていました。なんとアンパンマン特急とアンパンマントロッコ号が並ぶというレアな光景が見れました。といってもまあアンパンマントロッコ号が運転される日は毎日見れますけれどもね。先にアンパンマン特急しろかぜ号が発車します。それではホームからアンパンマントロッコ号キロ185系とキクハ32をじっくり見ることにします。アンパンマントロッコ号の控え車、トロッコじゃない方はなんとグリーン車なので、キハではなくキロとなっています。車内はグリーン車らしからぬボックス席が並んでますけれどもね。まあこれは座席に払うお金というよりもこの雰囲気に払うというグリーン料金の位置づけかと思われます。そして肝心のトロッコ車両はキクハ32、そうです、キクハハということで、こちらは普通車扱いなんですけれども、実際の指定席券はグリーン車側の控え車の方しか販売されないため、乗車にはグリーン料金が必要となります。いよいよアンパンマントロッコ号が発車します。